はい、始まりました。本日はですね、マッサージを受けていきたいと思います。以前 YouTube で紹介したお風呂の国さんの中にですね、マッサージをできるところがあるということで、今日はね、楽しみにやってきました。いやー、私普段から結構マッサージ受ける方なんですけども、最近全然行けてなくて、すっきりして帰りたいなと思ってます。なんか名物メニューがあるということで、こちらを受けてみたいなと思ってます。それではお邪魔していきます。はい、ということで中にやってきました。癒しどころケアケアムーディーリラクゼーション、お邪魔してきます。こんにちは。あ、どうも、はじめまして。松之井と申します。大西です。大西さんです。店長さんなんですね。よろしくお願いします。店長さんはただ者ではないと伺ったんです。本業の傍らの歌を、すごい、なんかあの SNS で見ました。サウナ歌謡歌手をやられるのがこちらのケアケアの店長さんをされているということで、じゃあたくさんの人を歌とハンドで癒されてるということで、よろしくお願いします。なんかこちらに名物メニューがあるということで来たんですけど、コースを拝見してもいいでしょうか。感じなんですけども、ぜひ受けていただきたいんです。はい、お風呂の国限定メニュー、じゃじゃん。風呂国名物地獄のフットケア。地獄って書いてありますね。はい、今日はこれがおすすめです。フットケアってことは膝から下全部使える。そうです、足の裏、ね、足つぼか、足つぼです。渾身の力で、痛いところが体のどっかが悪いみたいな。悪いというか疲れてるところ。疲れてるところなんですね。よろしくお願いします。着替えました。こちらの足を、ね、はい、よろしくお願いします。ドキドキ。こちらの施設はあの歌を聴きながら、そういうショーがありながらマッサージ受けられる。あ、気持ちいい。もしご希望であれば、はい、いつでも歌うんですけども。あ、そうなんですね。心臓、おお、おあ、ちょ腎臓って何があるんでしょうか。あのね、おしっこ作るところです。思い出の激痛。思い出の激痛なんですね、うんうん、忘れないでほしいなっていう。なるほど、これ忘れられない。あ、いいですね。心臓が痛いってなんだろう。心臓に心って書いて心とつながりが深いので、はい、心が疲れてるのかもしれないなと思います。心が疲れてた。これなんか基本的には気持ちいいんです、うん、あ、ぜひ歌を歌う歌謡曲、うん、なんかありますか。なんか赤すりブルース。赤すりブルース、おー、赤フェアリー。あ、ぜひお願いします。こすり落とせる過去もあるけど、こすれば落ちる赤もある。触れて滑らかその背中、女が吸い付き離れない。こするこするこする、うん、いい男。うわー、すごい。めっちゃすごい。なんか普段はすごく穏やかなお姉さんなので、歌手の方なんだなっていうのを感じましたし、しかもこの足をマッサージしていただいてるっていう、この非現実的な空間がめっちゃ楽しいですね。いや、すごい、ありがとうございます。皆さんぜひ、大西さんが主演で店長さんですので、ね、美声とこの激痛が思い出になりますね。ここは何ですか。大腸です。超弱い。テーマは忘れられない施術。もう一度あの痛みを味わいたいみたいな。いや、でもなんか分かります。はい、その謎の働きとかを活発になると言われてます。
天井は天井が終わってるらしい。これ肝臓本当にこう痛いところと気持ちいいところ差が落差がすごくて、痛い時は本当にあのおわびしゃぐらいになっちゃいますリアルな反応です。ありがとうございます。これは胸です。胸、ね、胸、ね、ありがとうございました。確かに足つぼの部分は地獄だったんですけど、体調とか同じ人間でもいろいろ波があるみたいなので、めっちゃ地獄の日と、あと部位によって天国みたいな瞬間もあるので、皆さんぜひ受けてきてもらいたいですけど、ぜひ受ける際は大西さんの美声をリクエストしていただけると、30分とかはもう本当にあっという間に非現実体験ができますのでぜひ受けに来てください。ここの店は、はい、私だけじゃなくて、はい、アイドルがいたりとか、プロレスラーがいたりとか、はい、個性豊かすぎるメンバーが持ってるので、はい、遊びに来てください。ぜひ皆さん、じゃあいろんな方を指名してっていうのが楽しめますね。はい、それではありがとうございました。またのコーナーでした。